は、水彩画講師の安野です。今日は水彩画の大切な筆画法について勉強したいなと思います。大切な方法なので、これをマスターすればいろんなものを描くときすごく簡単に感じられます。デッサンを集中的に勉強することは最も大切なことだと思います。最初からうまくいくのは、必ずありませんので、徐々に継続していけば必ず上達できます。いつでも聞いてくださっても大丈夫ですし、リモート授業もしているんですが、先生とこういうふうに向かい合って自分の書いてる間違いを発見したり、先生が書いてる様子を見ながら同時に勉強するのもすぐ上達できるコツなのかもしれません。